日本宮城県仙台市宮城野区、東仙台東仙台は、宮城県仙台市宮城野区にある町名である。東仙台一丁目から七丁目が存在する。古い時代、この地は、案内という地名で呼ばれていて、今でも東仙台のところどころにその地名の名残を留めている。東北本線の東仙台駅、NHK 原町ラジオ放送所の電波塔。東仙台は、 仙台市の東部にあって、宮城野区の中ではおおよそ中央部からやや西側に位置する。東側で小鶴と北側で燕沢及び安陽寺と西側でマスコウ及び幸町、大賀寺と南側で原町及び平成、神殿と接している。梅田川支流の高野川が町内の北側を登流し、南西部を梅田川支流の藤川が管流している。 東仙台2丁目、3丁目、5丁目に囲まれるように位置する松岡町は周囲の区域が東仙台へ変わるときにそれらと同様に町名変更を検討されたが当時の住人の意向で松岡町のまま存続している南側の各地区との境界となっている部分に東北新幹線並びに東北本線が通り東北本線上に 東仙台駅が置かれている。また、東仙台町内の中心を、リフ海道と通称される宮城県道8号仙台松島線が貫通している。これとともに、町内の西側と北側にある道路が、バス通りであり、仙台市中心部と北東部各地区を結ぶ、仙台市 A バスの運行経路となっている。東仙台の隣の地区である、つばめ沢には、 仙台市交通局東仙台営業所があり、バス運行場の要所である。東仙台町内の施設としては、仙台市立東仙台小学校、仙台市立東仙台中学校、ラサールホーム、東仙台4郵便局、仙台つばめ沢郵便局、NHK 原町ラジオ放送所がある。ラサールホームは、戦後の1948年に、カナダ人修道士が、 宮城県の協力要請に応える形で設立した光が丘天使園に起源を持つ児童養護施設であり、その名称はジャンバティスト・ドラサールに由来するものである。また、町内の西部にある仙台宮の森は日本タバコ産業仙台工場は土地を再開発して造成された住宅地と商業施設からなる複合団地である。仏閣としては 東仙台六丁目に大橋寺がある。この寺院の起源は、東仙台から西側のマスコー地区にあった仏郊寺で、これが荒廃していたために1752年に、現在の位置に大橋寺として再建されたと伝わっている。現在、東仙台地域で分かっている、歴史的な発見は古墳時代まで遡る。東仙台を含む、 バメサ沢から大原にかけての丘陵地は良質の粘土が取れる地域であり、末期や河原を生産した釜の跡がいくつか発見されている。これらは大原小田原釜跡群と呼ばれている。そのうち東仙台の釜跡、オーバステラ釜跡は5世紀の中期に末期を生産していたものである。末期は5世紀に朝鮮半島から日本へ伝来したもので、当初は 大阪の末村で独占的に生産されていたと考えられていたため、早い時期に末期を生産していたオーバステラカマートの発見は脚光を浴びた。ただ、ここでの末期の生産は長くは続かなかったようで、7世紀末から8世紀初めにかけては概要として燕沢遺跡に瓦を供給したと考えられている。この他の第原小田原カマート群のカマートは安洋寺。 余平沼、大原にあり、これらは、多賀城や、道の区国分寺などに向けて河原安駅を生産したと推測されている。また、大場ステラカマロとの調査で、寺の裏側に直径10メートルほどの古墳が発見された。これは現在、この地域で確認されている唯一の古墳であるが、発掘は行われておらず、形が崩れていて、 炎墳なのか前方後円墳なのかもはっきりしない。現在の東仙台地域は、江戸時代にはおおよそ小田原村の東端であり、仙台城下から塩釜や石巻方面へ向かう街道筋にあたった。この当時、この地域は案内という地名で呼ばれていて、茶屋の蘇我野や右兵が提供する湯豆腐が名物として知られていた。仙台藩第7代藩主立十村がこの湯豆腐に、 名物の語を与えたという。歴代の仙台藩主は案内付近を通ると必ず菅野屋で休息を取ったと伝わっている。また、この地域の街道沿いには赤松の並木が続き太平洋戦争中に伐採されるまで残っていた。明治時代になって市政と町村政が施行されると1889年に小田原村は宮城郡原町に含まれた。 原町は1928年に仙台市に編入され現在の東仙台地域は仙台市内となった。この年 NHK 仙台放送局がラジオ放送を開始し、これに合わせて現在の東仙台地区には NHK 原町ラジオ放送所が建設された。放送所の建設地は元は農地であり、 地主が小作人に何も知らせずにこの土地を売却したために農作物をめぐって賠償問題が起きた。現在の東北本線にあたる日本鉄道が仙台に路線を開通させた。明治時代には現在の東仙台地域に駅は置かれなかったが、1932年になると新潟県信号場が東仙台駅として開業した。この時、 駅周辺の土地所有者120人が宅地造成を目指して東仙台土地整理組合を結成し1937年にかけて土地区画整理を行った。これは仙台市における都市計画法に基づく土地区画整理事業の初の事例となった。また太平洋戦争中仙台市は仙台市東部の都市計画、 原町工業都市建設土地区画整理事業を策定し、これによって現在の東仙台五丁目にあたる案内住宅が造成された。日中戦争から太平洋戦争の間、原町新潟家に東京第一陸軍造兵省仙台製造所があり、周辺地域にはその工員のための量が作られていた。戦争が終結するとそれらの量に戦災者や 引上げ者が住むようになり、原町地域の人口が著しく増加した。原町地域にある小学校は原町小学校1校だけだったが、児童数の増加に対応するために、1948年4月に原町小学校東仙台分校が設置され、927名の児童がここに移った。この分校は同年9月に、 東仙台小学校として独立した。また、この前年に、東仙台中学校の前身である、仙台市第七中学校が開校している。第七中学校はその校舎として、竜岡小学校を予定していたが、これが火事で消失したために、現在の宮城野中学校の前身である、第六中学校と校舎を共用した。その後、土井万水が所有していた現在地を譲り受けて、 ここに移転し、東仙台中学校となった。原町小田原には、東京第一陸軍造兵賞仙台製造所の分、工場があり、これは、戦後に、工場用地として払い下げられた。現在の東仙台にあたる区域には、日本仙売公社の仙台工場が立地し、ここで、タバコが製造された。この工場で製造されたタバコの銘柄は、ゴールデンバット、光、 イコイ、ピース、ハイライト、若葉などである。1964年この工場では、ハイライトの一銘柄のみが製造され、その数は90億本に上った。1980年、東仙台地区で住居表示が実施され、これによって、東仙台一丁目から七丁目が誕生した。住居表示実施前は、東仙台駅前の一部が住所としての、 東仙台であり、その他は、原町小田原あ案内、原町小田原あ案用事した、原町小田原あ店、完全上など細かく区域が分かれており、一部は、原町新潟家や小鶴だった。住所としての案内はこの時になくなったが、東仙台五丁目にある案内公園、その近くにあるバス停留所案内公園前、東仙台駅西側の案内踏切などに、 案内の地名が現在も残っている。国の行財政改革の影響で、日本専売公社の権利と義務は1985年に、新会社の日本タバコ産業が継承した。日本専売公社仙台工場は、日本タバコ産業仙台工場となって、以後もタバコの製造を続けたが、2003年に、この工場は閉鎖された。仙台公社時代に、 従業員の福利構成の目的で建設された野球場は仙台市がこれを借り受けて一時的に東仙台球場となったが最終的には廃止された。売りに出されたこの敷地は大和ハウス工業によって落札され小建て住宅と商業施設からなる団地仙台宮の森として再開発された。ありがとうございます。